丸沼ダムサ,サリュ流、ダム物資例、ダムバットレスダムは、ダムの形式のうち、水圧を受けるコンクリートの止水壁を、鉄筋コンクリートの不壁で支える方式のダム。不壁式ダムとも言われる。複数の不壁を連ね、上流面の射水壁を不壁が支えることによって、水圧に耐えるという構造を有する。不壁は川床に垂直に立てるほか、 垂直不壁を支えるための不壁を水平に設置する。したがって、格子状の外観となる。海外ではアーチ型の不壁を幾重にも重ねる形式のバットレスダムもあり、その意味ではマルチプルアーチダムにも類似する。停滞中央部に洪水破棄を設けることは安定性の上で不可能なため、山腹を削って脇から洪水破棄を建設し、貯水した湖水を放流する。 その意味では、ロックフィルダムとも相似する。なお、明治時代に、苫小牧のパルプ工場に電力を供給するために、王子製紙株式会社が、千歳川に建設した、千歳第一1ダムは、昇園艇でありながら重力式、コンクリートダムの特徴を兼備しており、重力式、バットレスダムとも言われる。日本においては、1923年に、函館市が、 上水道の水確保のために第二次拡張事業の一環として建設した笹流ダムが最初である。当時は大井ダム等の大規模重力式コンクリートダム建設が主流になりつつあった。だがセメントが極めて高価だったために工費コストを削減し利順を追求したい。電力会社はコンクリート量を節約できるバットレスダムに注目、続々と建設され始めた。 特に東京電灯が建設した丸沼ダムは包み高及び早朝水容量で日本一の規模を誇った。だが次第にコンクリートが安価になり大量に使用できるようになったことダムを支える布壁は複雑な形状のため型枠設計や完成後の布壁へのメンテナンスにコストがかかるため長期的スパンでのコストパフォーマンスに劣ること さらには地震に弱いことから大規模なダムを建設することができず、大規模発電用ダム建設を施行していた、電力会社のメリットに合致しなくなった。こうして1937年に、鳥取県で完成した三滝ダムを最後に、以後全く建設されることはなかった。笹流ダムが完成してからわずか14年後のことである。日本国内では8基建設されたが、 長野県の旧小室発電所、第一調整地は崩壊。新潟県の高野山ダムは、再開発により、ロックフィルダムに変更されたため、現存するのは6基である。ほとんどが補強、改築され、完成当時の姿を残すのは少ない。しかし、いずれも土木史的に貴重な建造物であるため、土木学会選賞の土木遺産に選定されている。また、 丸沼ダムは完成当時の姿が残存していること、包み港日本一であることなどが評価されて2003年に電力会社管理ダムとしては初めて国の重要文化財に指定された。笹サ流サダムを除くダムは国家による電力再編成の名の下で日本発送電株式会社に接収、管理され、戦後1950年に日本発送電の分割。 民営化によって旧電力会社に分配されるという波乱の歴史も歩んでおり、このような観点からも歴史的に価値あるダム形式と言える。ありがとうございます。